きました。初日のオープン直前の様子を撮影します。本日9時半からスタートで、今9時10分、初日オープン直前です。では文化盆栽園さんにご挨拶します。はい、わかりますか？すごくわかります。はい、もうすぐ到着されると思います。すごいですね。うん、なんか多分お互いの YouTube で様子を撮れたからね。やばいですね。YouTube やってる？ YouTube もやってて、文化盆栽園さんのなんか紹介させてもらってからすごい好評で、はい、ちょっといろいろ撮りに来ました。パキプスの大株をですよね。そういうことですよね。 YouTube 上げるんだったら、つまりこれこうなりますみたいな。あ、これを買うと、はい、これ違う、そうこれを買うと、大きくなるとこうなります。何年ぐらいでなるんですか？これ現地級なんで、実際育ったら多分15年とかかかるかもしれない。15年。この細いのがこうなるってことですかね。でもちゃんと育てないとそうはならない。基本はもうそうですね。そうですよね。ただ伸びちゃうんで、こんな太くならない。いや、これ太くはなりやすいと思うんですけど、まあ、自分あの大きくなるかどうか。これ希少な感じ。めっちゃ希少性。これ王様です。開墾。1キロだと1000円ですね。500グラムだったら、だいたい下のサイズだったら500グラムだ。セラティ、ヘイターン、ウリンキー、スコフィールド、タッタ、かなり私の兄弟株ですね。これもウリンキー、スコフィールド、タッタ、ウェイレー、ドワーフタイプのウリンキー、白ビフ、E1、ペドロ、タッタ、もう分岐してます。かっこいい、いっぱい出てます。やばい、ほんと強いんですよ。これゲアインっていうタイプで、パキポディウムではまあ1番2ぐらい強い品種なんで、初心者向けですか？そうですね、これ初心者向けですね。すごく強くて、しかも大きくなります。早く大きくなります。結構早い。1年ではもうこのぐらいはもう。あ、そうなんですね。下手したら。育て方によってはもう1年でこんな感じで普通になりますよ。あ、そうなんですね。これから。ですね。これは強いんですよ。トゲも大きくて。で、これ安心できるあのパキポディウムではありますね。で、しかも安いっていうのも。
あるんで、強い品種なんで800円で買ったそうです。あの小さいから、はい、あの環境に合って沖縄の環境で合って育てられるので、ま、丸くなるんですか。丸くなるのはこれだけですか。丸くなるのは一応もう確実に丸くなるのはこれですね。でこのエブレネウムとかっていうのも丸くなりやすいんですけど、ちょっとこっちはですね、これよりはちょっと弱いんで、こっちの方がちょっと強いですね。ちょっと強いですね。電子プログラムも強い方なんですけど、一番強いのはこれです。ギアリア。これはアデニウムではないんですか。ではないです。ブラキリス。パキポディウム。あ、パキポディウム。パキポディウム。こういうの高いんですよ。グラキリスは人気なんで。人気。だったらグラキリスの方がいいです。よく聞きます。グラキリス。そうそうそう、グラキリス。グラキリスはもう一番パキポディウムの中で有名な。いや、グラキリス。その中ではこれがおすすめですね。あ、それ。太さが。グラキリスにも種類ってあるんですか。はないですね。グラキリスはもう1種類で、あの未生なんで、あの全て変わった形になります。こういうグラキリスとキボディウムっていうのはここから出るのが二頭になってるんですよ。このぷくっとして、うん、太くて低くなるタイプですね。これも二頭になってますね。しますね。これ二頭になってます。お揃いなんです。あ、それ。深森 T シャツ。ええー、本当だ。リカブ結構深森さんかなんかある。そうなんですよ。旦那さんの大同生活。あ、そうなんです。去年。あ、ハウスに来たんですか。じゃあハウスも来てます。そうですよ、去年とか。ただ単純に分岐ってこういう風になってるんです。そうそう、もう株立ちですね。自分で勝手にです、ね、自分で勝手にこうなってる。そうなんですか。たまたま何株もあるじゃない。もう一つからどんどん小株がどんどん小株というよりも分岐してるっていうか。じゃあ一株、これで一株くっついてるんで。すごいね。全部くっついてる。知らずに切っちゃいダメだな。あ、株分けみたいな。できる。できますね。株分けにした時は分けて乾かす。そうですね、傷口は乾かして。こういった系結構雑菌入る。そうです。雨の日とかやらないようにです。普段盆栽のお手入れとかメンテナンスとかされてます。やりたいです、盆栽も。私ぜひ。でももう今美学だけで手いっぱいじゃないです。そうですよね、300本やられるともう開かないです。開かないです。100年ものとかあるんです。ね、あのちょっとあの下手についてでも聞いてもいいですか。ああ、いい。この前からもうくねくねしてるじゃないですか。これ曲げてますね。あんな感じで本来曲げてる。ああ、曲げてこれはあの要は根っこなんで、うんうん、根っこをたくさん出させて引き上げる。植え替えの時にちょっと根を出してどんどん。あ、で根を、植え替えの時にこうあの綺麗に束ねたりねじったりして、で作ってまた苔か埋めるみたいな。で出した、ちょっと出して植えて形形成して、うんうん、埋めてあのまたやって繰り返してあのいい形ができたらちょっと出していく。面白い。このワイヤーは飲み込んでいかれるじゃないですか。これを飲み込まれる前に植え替えして。すごい手入れが大変ですね。だから盆栽って高いんだ。それだけ手がかかってるから。年月が相当強いです、うん、でこのイメージ的には根を当てて根より下までこう一回行ってまた立ち上げるんですか。ここはね、ここじゃクッキーじゃないですか。根より一回下に下げるっていう感じなんですか。そうじゃない。そうですね、それでもいいんですし、もうそれはこの木の流れで、あとは持ち主のやり方でいくらでもあります。県外にもできます。県外ですよ。下に流して、鉢を流して下までいきますし、ここで作ったりもできる。
魅力は何ですか、ね、ルーアル。あ、そこに80年の。やっぱり。あ、この上。視聴させたね。もう年月かけて、しかそのものにならない。これで、これでいくぐらいですか。これでも10。やば。そうなんだ。これで。うん、違う。そうなんだ。お風呂ってまんまる呼吸。作ったのって言ったら難しそう。でも最初植物何から入られたんですか。最初はペン、ちょっとペン作ってやったからと思って聞いたんです。ライチマスターから違います。沖縄の殺気盆栽っていう本が分かんない。沖縄にあるんですか。もう最近は少ないですけど、本がちょうど自分の前始めた頃なんで、タキさんでそれ見て憧れて、あ、そうなんだ。で盆栽好きになって、サツキ集めたんですけど、サツキがあまり合わないっていう、沖縄じゃそうじゃないっていうのが、うんうん、そうですよね。そこで盆栽、あの沖縄の盆栽に興味持って帰っていったんです。これもまた可愛いですね。チリメンタカさん、これ、チリメンタカさん有名です。これはガジュマル？違う。これガジュマルに見えた。あ、ブーゲンビリア。あ、ブーゲンも仕立てるんですか。そうそうそう。お花ですか。結構人気です。あの展示会とか華やかになるんで。盆栽としてはね。これは？これ違います。これ何ですか。グミですね。グミ、グミの木？沖縄グミって言って。グミ。じゃあ何でも、むしろ何でも仕立てちゃう。いや、そうでもない。そうでもない。向かないのもある。なだらかにすると、はい、超綺麗にマッチするかも。ここから、このポコンとも許さずに綺麗にってこう綺麗にやったら、このポコンとに影響されてこの貯水がもう出てくるんですよ。全部影響する。この1段、ここ2段でしょ。で3段。なるから、こういう丸い貯水のものに関してはベースも全部丸く仕立てます。結構で、まあ大体の何が足りないかというと、はい、こうやって両手で持ってない、持ってると自分で、あ、ここが足りないとか分かるけど、はいはいはい、点で持つと分からないんですよ、はい、で指でこう出してやってると、この要はこうやって包んでおにぎり作るようなイメージ。最初からですね。うん、最初でも終わらせる。そうそう、一番最初のこのこれ糸かけるじゃないですか。ここのこの溝さえも許さないぐらい、はい、めっちゃフラットに糸で押さえる。糸で押さえる。で、このペコペコするってことは水ごと出すことが足りないんで、糸で押さえるとここもまたへこむんですよ。そこもちゃんと詰めておくと、糸巻いてもどこもへこまずにフラットに切れる。やばいです。難しいですよね。あの、大変です。月300ぐらいはやるので、すごすぎですね。これしかやってないので知識は入ってこないんですけど、私額は仕立てのことだけをやってる感じです。でもそうすると、特にリドレーとかは、あ、そうですね、あのこの厚みの問題もあるじゃないですか。こう薄くするのか厚くするのかも、まだとかリドレーは厚、ちょっと厚みがあって、もう本当に半球を目指す。でもグランデとかもちっちゃい時はいいけど、大きくなったら平べったくできるだけやっていくみたいな、株に合わせてやるんですけど、でも単純に考えれば大葉になるか丸い茶すぎになるかで、このベースも丸く取るのか、上はどうでもいいけど下だけ取るのかをやると、とにかく綺麗に巻いていく。そこまで追求しできるようにちょっと近づける。貯水じゃなかったら上はまっすぐでもいいんですけど、下だけは全部丸くなるので、ほとんどが全部エッジを私は丸く。ありがとうございます。なんかこのちょっと貯水の丸いのか大きめのかで、うん、全体をやるか水ごけのあれを変えてます。そうすると本当にピタッて綺麗になるのか、こう波打っちゃうのかで、あの特にこういう貯水がピタッと系はもう
少しの凹凸を許さずに板付けをするとすごい綺麗になります。ツヤっていう、これ今日だと1回一層目二層目してくれて、その時である程度治るってあんまりないですか？ないです。もうベースに影響されて、ベースがずっと今やらないと、全部今直さないと、このでも別に大きくなってバキバキしてもいいんです、はい、波打っちゃったもので、はい、次の貯水が来るので、なんか今まであんまり意識してなかったんですけど、なんかそんなになんかスロープにはなくていいかなって感じだったなんか厚い、この物の厚みにもよるんですけど、でもやっぱり波打ちたくなければもう極限まですごいフラットにすると本当に綺麗に生まれる。コツ的にどんなメイクマン富城店の植木一の今日は準備の日に来てみました。このイベントに関してはちょっとそこまでのわからないんですけど、チューブとかのそういう植木一番も安いです、はい、若干安いでも大丈夫、全然できる。これは意外に小さい、一応みんな安いと思うけどね。安いですよね。これから安い。全部、あ、厳しいですかね。